恋風の身にしじみがわ流れてはそのうつせがいうつうつなき色の闇地を照らせとて夜ごとに灯す灯火は四季の蛍よ天夜の星か夏も花見る梅田橋旅のひなびと地の思い人心心のわけの道知るも迷えば知らぬも通い新色里とにぎわわし無残やな天満屋のお初は家へ帰りても今日のことの幹にかかり酒も飲まれず気も済まずしくしく泣いているところへ隣の米屋宝売のちょっと来てはのお初様、何も聞かんせぬか。徳様は何やらわけの悪いことはって、たんとぶたれさんしたと聞いたが本かというもあり。いや、わしが客様の話じゃが、踏まれて死難したげなというもあり。語りを言うて縛られての、偽藩してくくられてのと、ろくなことは一つも言わず、とうに辛さの見舞いなり。ああ、いや、もう言うてくだんすな。聞けば聞くほど胸痛み。わしから先に死にそうな、いっそ死んでのけたいと、泣くより他のことぞなき。涙片手に表を見れば、夜の網笠と苦病へ、思いはびたる忍び姿、ちらと見るより飛び立つばかり、走り入れんと思えども、お上には亭主夫婦、上がり口に料理人、庭では下女が役体の、目がしげければさもならず。ああ、以降気がつきた。角見てこうとそっといで。のう、これはどうぞいの。こな様の評判いろいろに聞いたゆえ、その気遣いさ気遣いさ、気違いのようになっていたわいのうと、風のうちに顔差し入れ、声を立てずの隠し泣きやわれ。切なき涙なり男も涙に暮れながら聞きある通りの巧みなれば言うほど俺が火に落ちるそのうち四方八方の守備はがらりと違うてくるもはや今宵は過ごされずとんと覚悟を極めたとささやけばうちよりも世間に悪い取り沙汰あるはず様うちへ入らんせと声声に呼び入るるおおあれじゃあれ、おうおう、あれじゃ何も話されぬ。わしがするようにならんせと。打ちかけの袖に隠し入れ、はうはう中戸の靴脱ぎより忍ばせて、縁の下屋にそっと入れ、上がり口に腰打ちかけ、タバコ引き寄せ吸い付けて、そ知らぬ顔して、いたりいけり。かかるところへ九平次は、悪行仲間に三人、座頭まじくらどっと来たり。やあ、米様たち寂しそうにござる。なんと客になってやろうがい。なんと亭主、久しいのと、のさばりやがれば、それタバコボンをボンと、ありべえかかりに立ち騒ぐ。いや、酒はおきゃ飲んできた。さて、話すことがある。これの初が一客。平野屋の徳兵衛めが、右が落とした印判拾い、二貫目の偽手形で語ろうとしたれども、理屈に詰まって挙句には、
品ずがいな目に遭うて一部は捨たった。今日こうここらへ来たるとも油断しやるな。皆にこう語るのも徳兵衛めが伏松会様にて言うとでも、必ず誠にしやるなや。寄せることもいらぬもの、どうでのえか飛びたものと誠しやかに言い散らす。縁の下には歯を食いしばり、身を震わして腹を立つるを、初はこれを知らせじと、足の先にて押し沈め、押さえ沈めし神妙さ。亭主は久しい客のこと、よしあしの返答なく、さらばなんぞお吸い物と、紛らかしてぞ立ちにける。初は涙に暮れながら、さのみとねには言わぬもの、徳様の恩子と幾年なじみ心根を沸かし明かせしなかなるが、それはそれは愛しぼげにみじんわけは悪うなし。頼もし立てが身の必死で、騙され散したものなれども、証拠なければ利も立たず、この上は徳様も死なねばならぬ死ななるが、死ぬる覚悟が期待と、独り言になぞらえて、足で問えば打ちうなずき、足首取って喉笛なで、自害するとぞ知らせける。おお、そのはずそのはず、いつまで生きても同じごと、死んで恥をすすがいではといえば九平次ぎょっとして、お初は何を言わるるぞ、何の徳兵衛が死ぬるものぞ、もしまた死んだらその後は俺が念殺してやろう、そなたも俺にこれでじゃげなといえば、こりゃかたじけなかろうわいの、わしと念殺さあんすとそなたも殺すががてんか、徳様に離れて片時も生きていようか。そこなく平時の胴ずりめ、アホ口を叩いて人が聞いても不審が立つ。どうで徳様一緒に死ぬる、わしも一緒に死ぬるぞやいのと、足にてつけば縁の下には涙を流し、足を取って押しいただき、膝に抱きつき焦がれなき、女も色に包みかね、互いに物は言わねども、肝と肝とに答えつつ、しめり泣きにぞ泣きたる。人知らぬこそ哀れなれ、九平次も気味悪く、相場が悪いよじあいの。ここな米衆は稲ことで、俺がように金使う大臣は嫌いそうな。朝や酔っていっぱいしてガラガラ一部をまき散らし、そんでいいんだら寝よかろう。ああ、懐が重とうて、歩きにくいと悪行だらけ一らし、わめいてこそは、帰りけれ。亭主夫婦、今宵早日もしまえ。泊まりの衆は寝せまい、寝せません。初も二鍵へ上がって寝や、はよう寝やと言いければ。そんなら旦那様内儀様、もうお目にかかりますまい。さらばでござんす。うち主もさらばさらばと。よそながら、どまごいして寝やにいる。これ一生のは、あれとは、後にこそ知れきもつかぬ、愚かの心、不憫さよ。亭主夫婦、それ釜の下に念を入れ、魚をネズミに引かするなと、店をわげつ角差しつ、寝るより早く高いびき、いかなる夢も短よの、やつになるのは、ほどもなし。初は白むく死に出立ち、
恋路の闇黒こそで上に打ちかけ差し出し差し足し二階の口より差し覗けば男は下屋に顔いらし招きうなずき指さして心に物を言い忘れば、はしごの下に下女寝たり、釣りあんどんの日は明かし、いかがわせんとあんでしが、しゅろぼうきに扇をつけ、箱ばしごの二つ目より、仰ぎ消せども消えかぬる。身をも手も伸ばし、旗と消せば、はしごより堂々ちあんどん消えて暗がりに、下女はうんと寝返りし、二人は胴を震わして、尋ね回る危うさよ。亭主奥にて目を覚まし、今のは何じゃ、女子ども有明の火も消えた、起きてとぼせと起こされて、下女は眠そうに目をすりすり、丸裸にて起きれ、火打ち箱が見えぬと、探り歩くを触らじと、穴とこなたへ這いまつわるる。玉かずら、苦しき闇のうつつなや、ようよう二人手を取り合い、角口までそっといで、かき金は外せしが、車戸の音いぶかしく、明け金しおりから、下女は火打ちをはたはたと、打つ音に紛らかし、そっと打てばそっと分け、カチカチ打てばそろそろ分け、合わせ合わせて身を縮め、袖と袖と巻きの戸や、虎の尾踏む心地して、二人続いてつつといで、顔を見合わせ、ああ、嬉しいと、死にに行く身を喜びし、哀れさ、辛さ、浅ましさ、後に火打ちの石の火の、命の末こそ短けれ。